い廊下で、あの子を見つけた。放課後の図書館のロビーで、思い切って声をかけた。夏が終わる頃にはもう二人、擦り切れたスニーカー履いて恋を追いかけてた。いつまでも忘れない、今でも目をこうして閉じれば熟女のままさ。でも取り戻せない、準備はそこまで来てるのに、何にも手につかず、二人でいると切なくて、わけもなく喧嘩ばかり。春になれば全てうまくゆくさと、別れたよ映画の後、クリスマスの夜、いつまでも忘れない、今でも目をこうして閉じれば熟女のままさ。でも僕らもう二度とあの日のきらめきこの腕に取り戻せない。今のあの子、長い髪のままかな、はほらネクタイ締めて、僕が僕じゃないみたい。いつまでも忘れない、今